ございます。おはようございます。はい、今日もまたねちょっとお出かけしております。今日の行き先は、国道163号線を、東の方に向いていってます。東の方イコールは三重県の方やな。そうやね。でね、今日の目的は何かしらというと、道の駅でね、あれ なんちゅうのあれ、スタンプラリーのスタンプ帳、うん、それをねちょっと買いに行こうか思ってね。でまあね、うちの我が家から一番近い道の駅はと考えたら、そのね南山城村いう道の駅やんな、あれは。そう、南山城村。あ、キャンプやってるかな、ちょっとどうやろう、ちょっと行かせたらご紹介し、さあどうやろう。うわ、おるわ。あ、うまく取れ、あ、取れ、ちょびっとだけ取れた。あ、綺麗な橋、あれあれ、はい、ここは今ね、京都府宗楽郡笠置町いうとこ。このまま、まっすぐ行きますよ。正面に書いてあります。はい、伊賀南山城柳生。柳生言ったら柳生10名の里やんな。うん、あ、看板出てきたね。はい、道の駅まで何キロあと？10キロ。結構あるよね。ここからも。はい、間もなくトンネルに入ります。涼しいやろな、トンネルの中。うん、日陰はな。うん、最後あれやな、その道の駅のスタンプラリーのポータルはな、はい、やっぱあれやな、こう目的地、行く目的地が決められるし、ええな。そう、な、今までだったらどこ行こう、あそこ行った、ここ行った、目的もこんな悩んどったけどな。そう、これからはだから行き先はあなたが決められるって言うのもあるな。土地がないわ。それは知っとるけど。それもええアイデアやな。うん、当てのもんかって当てのないとこ、同じとこばっかり行ってるし。そうよ、同じとこばっかり行っとってもやっぱりな、これ道の駅な、また夜のとはまた違うわな。うん、言うたってな、出かけたら道の駅やったらここ夜は、そんな感じで多いからな。そこでしかない品物があるからね。うん、それが楽しみな。お前、わ、その今日売っとるとこあれやな、売っとる、なんかスタンプラリーのあのノートいうの、はい、あれはこの関西だけで売っとったな。近畿、うん、あ、まあそれでええやで。あ、危ない、危ない、危ないな。気をつけてくださいよ。僕らも安全運転。あ、はい、あのね、今日の運転手は友爺でございます。はい、助手はひろこです。はい、カメラマンさん、ちゃんと、四方八方上手に撮ってくださいね。偉そうに。偉そうに、プレッシャー与えたんだ。でもさ、このな車はな、窓ちっちゃいからな、お撮りにくいね。あ、ほな、オープンにしようか。いやいや、熱々。熱中症になる。明日から仕事行くやし。見えへんわな。ガードレールがね。ガードレールがね、邪魔しそうね。邪魔して、あ、なんか、はい、無理。あ、橋が見えてきたな。うわ、何変わったかっこいい車やな、今の。ほんまやね。この正面、ちょっとこの前方に見える橋。これは関西線の橋です。JR 関西線。どこや。亀山から、京都の何でも聞いたよ、ね、鴨鴨までね、1両もしくは2両でね、トコ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 走ってます。道悪いから揺れます。はい、画面めちゃめちゃ揺れてる。はい、道のせいにしないでください。いや、道のせいや。いや、ほんで運転のせいっていうの。いや道のせいやろ。ここ今ディーゼルカー走らんかな。見たことないよ。見たことない。俺も見たことない。走ってるとこなんてない。走る。タイミングよくそんな走らへんでしょ。歌音だろうか。いや。線路は続くよ。
どこまでも。あ、ゴーゴーゴーや。ちょっと一遍切りますぜ。はい、どうぞ。どうぞ。はい、どうぞ。どうぞ。カメラマン。どうぞ。どうぞどうぞどうぞ。南山城村の道の駅に近づいてきました。なんか道混んでますけど。あら、あれ、あれ信号じゃない。信号やね。注意、かしこまりました。あ、はい、あれがあのホテルマリートットみたいなやつちゃうの。うん、そうやね。あの今ちょっとナンバー映るからこっちのヘリを向けてます。スターなんとかのホテルさんやな。あ、スターのホテルさん、これかな。うん、確かそうやな。あれ、あ、茶畑が見えてきたで。これな、あの駐車場から見たらもっと綺麗に見える。茶畑です。ヒロシです。ちゃうわ。はいはいはい、道の駅見えてまいりました。あ、空いてるわ。またここが道の駅。はい、もう今日本日の目的地とりあえず。で、正面がね、駅、これホーム。上ちょっと小高いとこね、あの駅の。これが関西線の、月ヶ瀬いう、駅やな。月ヶ瀬ステーション。この付近、一般道、鉄道駅があります。はいね、鉄道駅ある言うてはるやろ。うん、この信号を左に曲がります。わかったかい。知ってます。ごめんなさい。フェアフィールドバイマリトットって書いてあるやん、うん、あの例のホテルやろ、うん、あのな、そうやけど、ここ食事はこの道の駅で食べはんねんな。確かみたいね。うん、それもそれやな。もう一つシャトルバス、これ、うん、シャトルバスやろ。あらららららら、あ、これはこう、なんかまだ空いとるな、今日は。うん、空いてきます、はい、うん、ね。今日は8月の18日、まあお盆過ぎてね、まあ、世間さんは、まあ、今日まで休みのとこ多い思うけどね、なんか空いておりますわ。うん、ちょっとね、近いとこ行こうか。はい、こっちからもあるな、中へ。ガードマンさんの指示に従って、うん、もういいんちゃう。ああ、そっちから行くのか。うん、ここ、うん、指示に従ってないっちゅうね。全然ちゃうことしますわ。もう悪いやっちゃ、うん、はいはい、いいとこ見つけた。はい、うん、ここ一等地でございました。では、はい、ここへ着けます。このままゆっくり、はい、はい、一旦止めます。